こんにちは、アンソニーです。皆さん、冬の暖房器具はどういったものをお使いでしょうか？私はこちらのアラジンのストーブを長らく愛用しています。変な話なんですけれども、世の中にはいろんなコレクターというかマニアがいるもんで、このアラジンのストーブのコレクターっているんですよ。まあ、いろんなホームページとかね、見てもらったらわかると思うんですけれども、非常に長い歴史を持っているので、こう今までちょっとずつ改良を重ねてモデルチェンジしてるんですね。なので、何年頃に発売されたものはなんかここの部分のパーツが違うとか、何年頃に発売されたものはここが金属でできているとか、まあ、そういったちょっとした違いがあって、で私も、ピーク時には3台持ってました。で、まあ、3台買って、まあ、デザインと、まあ、実用性と一番バランスがいいなと思ったこいつを1台残して使ってるんですけれども、もちろん今も現役で使ってます。これがですね、ほぼ私と同い年で約40年前に作られたものです。こいつの何がいいかって、音がしないことなんですよ。ほぼ無音なんですね。で、これはやっぱりオーディオをやってる人間にとっては非常に重要なポイントで、どうしてもこうエアコンの吹き出し音っていうのがすごい気になるんで嫌なんですよ。で、こいつは非常に静かなので、大変重宝しています。とは言ってもね、さすがにこれはどなたにでもおすすめできるというわけではありません。ガソリンスタンドで灯油を買ってきて、ポンプで給油してっていうすごい面倒くさいことがありますし、それに小さなお子さんがいらっしゃるご家庭ではなかなか難しいと思いますし。で、それで、まあ、とは言ってもね、こういうなんかちょっとレトロな、ちょっと可愛らしい暖房器具が部屋の中にあったら、まあ、インテリア的にもいいじゃないですか。ということで、ちょっとね、一つ買いました。ちょっと開封したいと思います。オープン。あ、さらに内箱がありましたね。まあね、これを見たら大体もうお分かりだと思いますけれども、箱はこんな感じになってます。まあ、説明書があって、ちっさ、ほんまにちっさい。はい、この小ささです。めっちゃちっさくて可愛くないですか？ねえ。これはイデアインターナショナルというところから発売されているブルーのカーボンファンヒーターノスタルストーブ S というものです。で、これ色はアイボリーです。で、この S サイズ以外にこれもうちょっと長い L サイズというのもあります。で、色も可愛らしい色がいっぱいあってですね、ただ Amazon なんかを見ると色によっては結構在庫切れとかあったり、それから若干その人気が違うんでしょうね。値段が若干上下するんですけれども、まあ、大体この S サイズで8000円前後で発売されています。これパッと見た感じでは、この中が熱く熱せられるような電気ストーブに見えるかもしれませんけれども、これカーボンファンヒーターですから、この中から温風が出るんですよ。ですから、速効性があるんですね。より早く温まる。ただし、音が出るんですよ。で、そこそこ音も大きいらしいです。なので、私はこれは、まあ、小さいサイズですからね、リビング用にというよりは、ちょっとデスクの下で足元を温めたりとか、それから浴室の、まあ、脱衣所にちょうどいいかなと思ってこれ買いました。ちょっとアップで見てみましょうかね。これね、1.6 キロってめちゃくちゃ軽いので、指1本で持てるぐらい軽いので、持ち運びはすごい便利だと思います。今スイッチオフになってますけれども、こっからこのダイヤルで無段階で強さを調整することができます。300ワットから600ワットまで調整できるそうです。そして、こちらはタイマーですね。オフにするタイマーで、30分から、3時間まで、オフタイマーを設定することができます。この辺のカバーとか、それからこのハンドルがね、ちょうど真鍮製でできてるのですごい雰囲気ありますよね。で、裏はですね、裏というか底ですね。ここに、まあ、ケーブルを巻いておくように、できるようになってますね。で、それで、これ一応、転倒防止機能もついているそうで、まあ、これが倒れると自動で電源がオフになるようです。
はい、ではコンセントをつなぎましたので、スイッチを入れてみたいと思います。どれぐらいの音が出るかなんですけどね。いきます。これ一番弱い状態ですけど、もうすぐ音符が出てますね。で、結構音はします、やっぱり。で、ちょっと中ぐらいにします。マックスにします。これね、かなりあったかい、やっぱり。もう今、手がちょっと熱くて、ちょっとこのままだと、やけどしそうなぐらい熱いですね。今、20センチぐらい離してるんですけど。あー、なるほど。これ、暖房目的だったら、かなりあったかい方だと思います。この大きさを考えたら。だいたい、浴室の、脱衣所って、まあ、大体2畳ぐらいとかじゃないですか。それぐらいのサイズだったらもう速攻で温まると思いますね。で、ウィークポイントはやっぱりこの音だと思うんですけれども、これ強さをマックスにしても中ぐらいにしてもミニマムにしても音の大きさは変わんないです、残念ながら。あー、なるほどね。今一番弱くしてるんですけれども、音の大きさは全然変わらないですね。で、持ち上げると、あ、持ち上げるぐらいでは電源オフにならないですね。倒すと、あ、はい、倒すと電源切れました。これね、めっちゃあったかい、めちゃくちゃあったかい。まあ、電気代もったいないし、一番弱くしといても十分っていう感じですね。うん、あったかい。うん、電源をオンにするときとオフにするときにピーっていう音が鳴りますね。まあ、僕はね、もともと口コミを読んで音が結構するっていうのをあらかじめ分かった上で買ったんで、全然文句はないんですけれども、まあ、やっぱり脱衣所用かなっていう感じはしますね。まあ、うまく使い分けができたらいいなと思います。よかったらチェックしてみてください。それでは。